こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では初夏に活躍する大人のシャツを皆さんにご紹介したいなと思ってます。まあ、5月というと結構気温が上がってですね、30度近い日も多かったりするんですね。そうなるとさすがにですね、長袖のシャツだと暑いなと感じる方も少なくないかなと思うんですね。かといって T シャツ1枚だとこれまたですね、ちょっとこう大人っぽく見えないというか、それはちょっとこう真夏にとっておきたいなと思う方もいると思うんですね。そんな時にやはりですね、大人世代が持っておくと便利なのが、今回ご紹介するこういったオープンカラーシャツの半袖ですね。これはですね、1枚やるとやっぱりですね、 T シャツよりは綺麗めに見えるし、かといって長袖シャツよりは快適というところで、まあ、1枚あるとすごく便利なのかなというふうに思っています。もうここ数年はもう定番アイテムとしてだいぶ定着してきたなと思いますし、もうすでに持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、今回は先日発売になりましたユニクロとセオリーのコラボレーションのこのオープンカラーシャツ、これがすごい完成度が高かったので、こちらを使いながらですね、どんな着こなしができるのか、このあたりについて徹底的に解説をしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思ってます。まあ、僕の私物のものはこのオープンカラーシャツブラックなんですけども、その他にもですね、ユニクロの定番のものであればベージュだとかオリーブがありまして、そちらでも使い勝手はいいんですが、やはり基本中の基本はですね、ネイビーとかブラックのようなこういった濃い色なんですね。まあ、こういった土定番的なアイテムでも、この下のボトムス何にするのかだとか、内側に何を着るのかでだいぶ雰囲気が変わるんですね。ですので今回は具体的に3つのコーディネートを皆さんにお見せしたいなと思ってますので、ぜひ皆さんにはですね、初夏の着こなしとしてこのオープンカラーシャツを徹底的にですね、使い倒していただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ですね、一つ目のコーディネートから解説をしたいなと思うんですが、まあここはなるべくわかりやすくですね、皆さんにお伝えするのが一番だと個人的には思ってるんですね。このブラックのですね、オープンカラーシャツに対して、まずボトムスはもうブラック系のイージースラックスを合わせるという形ですね。まあこれがね、楽ですね。まあいわゆるですね、セットアップのような見せ方をしてしまうんですね。この上と下が決まってしまうと、もうそれだけでコーディネートってめちゃくちゃ時短になるので楽なんですね。ただやっぱりこう色的には重たいので、内側にはですね、少し華やかなホワイトベースの T シャツとかを着てもらうと、このあたりの重さというのはバランスが取れるかなと思いますね。今僕が着てるのは白系の無地に対してちょっとこうグリーン系のプリントが入った自分とこのオリジナルの T シャツなんですが、少し差し色も入っているので、こんな形で白ベースのちょっとしたプリント T シャツだと程よいバランスでですね、モノトーンのスタイルもですね、決まりやすいかなというふうに思ってます。で、足元なんですけども、今回スニーカーもですね、ブラック系だとこれまた重たいので、白系のレザースニーカーですね。今、ジャーマントレーナー履いていますが、まあ手持ちの白スニーカーであれば、特に問題なく合わせられるかなと思いますし、あとはですね、ちょっと素足っぽく、グルカサンダルみたいなものを履いていただいても、結構清涼感が出せるかなと思うんですね。ですので、夏のブラックのセットアップに関しては、他に合わせるものは、ちょっと明るいものですね。まあ特に清涼感があって爽やかさを出せる白ベースのものをですね、内側に持ってきたりだとか、靴に持ってくるとバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。あとは退屈に見える問題なんですが、まあ時計をしてもらったりだとか、あとはバングルですね、こういったアクセサリーを使ったりだとか、あとは個人的にはこの胸元にポケットがあるので、ここにサングラスだとかカラーレンズを挿してちょっとアクセントにしながら、あとは外出するときにはこういった形でちょっとメガネを入れてあげるのもですね、バランスがいいかなと思うので、まあこうシンプルなスタイルというのは小物で調整するっていうところが一つキーワードになってくるかなと思うので、このようなセットアップ風に見せながらというのもすごくいいんじゃないのかなと思っています。まあちなみにですね、セットアップといってもですね、あくまで同じ色同じ素材というところにこだわることが、まあ大事といえば大事なんですが、そこまでですね、違いってわからないと思うんですね。ちなみにパンツとシャツで今回全く違ったものを選んでいるわけなんですが、遠目で見ればそこまで違いはないかなと思うので、皆さんのお手持ちのパンツでいいかなと思うんですね。ユニコーンのスマートアンクルパンツで代用してもいいと思いますし、ちょっとシャープに見せたいのであれば、グローバルワークのアーバンスラックスでもいいかなと思います。シルエットも細身なのか太めなのかで、全然見え方が変わるかなと思うので、ちょっとこういったセットアップ風の着こなし方、まずは一つ目として皆さんもチェックしていただければなと思っています。
はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度は結構綺麗めに大人っぽく振ってみました。オープンカラーシャツの内側にはですね、これ見えますかね、これ半袖の薄いニットなんですね。首元は丸首になってまして、見ていただく通り半袖のニットなんですが、これはですね、今季ユニバーサルランゲージで購入したものなんですが、こういった半袖ニットもまた初夏向けのアイテムなんですね。真夏になるとさすがに暑いんですが、5月の30度未満であればこういったものをギリギリ着れるので、こちらのニットの上にですね、オープンカラーシャツを合わせてみました。色はライトグレーなんですが、他にもですね、ホワイトだとかオフホワイトのようなものでもいいかなと思うんですが、まあ、基本的には外側が結構重たい色なので、内側は明るくした方がバランスは整いやすいのかなと思いますね。ニット T シャツを今着てますが、これは普通の T シャツにしても全く問題はないので、そのあたりは皆さんのですね、手持ちのものでカスタマイズしてみると良いかなと思いますね。そしてボトムスに関しては、これはですね、デニムスラックスですね。これはファブリック東京で仕立てたものなんですが、これがね、結構大人っぽくて上品なので個人的にも好きなんですね。もちろん色落ちのデニムなんかでも悪くはないんですが、まあ、ちょっと今季というところで言うと、クリーンなデニムなんかを合わせた方が大人の男性にも似合いやすいかなと思いますし、少し旬な雰囲気も漂うかなと思いますので、こういったデニムスラックスか、もしくはですね、リジットのデニムですね、ユニクロでも色落ちてないようなクリーンなデニムがあるので、そういったもので代用してもらうのも全然問題がないかなと思います。こういったブラック系とインディゴブルーっていうのは相性がいいので、まあそういった形で結構濃い色でまとめながらも、内側は明るいですね、ライトグレーとかホワイトで合わせるというところは、先ほどのセットアップと共通してるんですが、素材感を変えるだけでだいぶ印象が変わるかなと思いますね。あとはですね、ここにプリントがあるのかと無地でニットなのかでも全然綺麗さが変わってくるんですね。こちらのスタイルの方がより大人っぽくて上品な雰囲気になるかなと思うので、ぜひですね、大人の男性にはこういった着こなしもトライをしていただきたいなと思います。そして足元なんですが、まあ、今回はですね、ちょっとこう素足でグルカサンダルを履いてみました。スタイル的にはベーシックなので、足元で少しアクセントを加えてあげるのもすごくバランスがいいかなと思うので、こういったものもですね、ぜひ皆さんにトライしていただきたいんですね。これはね、昨年買った GU のリアルレザーのですね、グルカサンダルなんですが、これがね、やっぱめちゃくちゃ良かったんですね。今期のものはちょっとデザインが変わってしまったので、個人的にはですね、昨年のもの、これね、めちゃくちゃいいので、まあ、ひょっとしたらメルカリとかでまだ新品とかもですね、ゲットすることができるかもしれないので、そういった形で手に入れるのもいいかなと思います。まあ、他にもいろんなブランドからグルカサンダルは出てるので、いくつかリンクを貼っておきますが、まあ、こういった足元をちょっとですね、変化をつけてあげるだけでも、だいぶ見え方が変わりますし、まあ、ちょっとグルカサンダルは難しいかなという方は、先ほどもご紹介したような白毛のレザースニーカーですね、オールスタークップだとか、ジャーマントレーナーだとか、このあたりで代用していただくのもいいかなと思うので、ぜひこういった大人っぽいアプローチもですね、簡単なので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて3点目の着こなしなんですが、今度はですね、ちょっと中級者編という形かなと思います。一番最初のコーディネートは、ブラックのセットアップで使うという形で、二つ目はですね、デニムを使いながらの大人っぽいスタイルという形で、割と両方とも使いやすかったかなと思うんですが、1個目、2個目、3個目とちょっとステップアップをしまして、今度はですね、ポイントとなるのはこちら、白系のデニムですね。ブラックのオープンカラーシャツに対して、ちょっとボトムスは明るさを思いっきり出してあげるというところで、まあ、最近トレンドに復活してきた白系のパンツですね。僕はデニム地が好きなので、こういったものを合わせてみました。今季のグリーンレベルのプレイパンツというやつで、少しゆとりはあるようなものなんですが、これはユニクロのレギュラーフィットジーンズとかでも全く問題がないかなと思うので、そちらで代用していただいても良いかなと思います。このように上下で大きくコントラストをつけてあげることで、だいぶ大胆な雰囲気になるかなと思いますし、同じアイテムなのに全く見え方が変わってくるかなと思うんですね。そしてこの内側にはですね、ダークグリーンのですね、T シャツを着ています。先ほどまでは白だとか、ちょっとライトグレーのような明るいものを着ていたんですが、今度はボトムスがホワイトで思いっきり明るいので、この内側に着るものは少し色をですね、落ち着かせました。ただですね、通常のネイビーグレーとかだとちょっと退屈かなと思ったので、濃い色なんだけど差し色になるようなダークグリーン系のものを合わせてみました。こういった色って結構夏場には合わせると使いやすいんですね。
ぜひ皆さんもですね、ダークグリーン系の T シャツ1枚あるとすごく差し色として使いやすいですし、僕らがよく着るようなネイビーだとかブラックのインに着てもすごく使いやすいので、まあこういったものでアクセントをつけてあげるのもすごくいいのかなと思ってます。で、足元はですね、これ、まあグルカサンダルとかで少し綺麗めに大人っぽく仕上げるのもいいかなと思ったんですが、今回はですね、この白系のデニムと結構ニューバランスのスニーカーって相性がいいんですね。白パンって失敗するとですね、ちょっとコンサバに見えすぎるというか、ちょっとキザっぽく見えるところがあるので、まあいかにこのアイテムをそんなにこういやらしくなく履くかっていうところが重要になってくるんですね。そういった点で、あまりビタビタに細い白デニムではなくて、少しゆとりを持たせてみるだとか、あとは足元はあえてニューバランスのような、ダサかっこいいようなスニーカーを合わせることで、このデニム自体の綺麗さをある程度バランスを取ることもできるんですね。まあ、こんな形でちょっとですね、中級者的な着こなし、トレンド感のある着こなしも結構オープンカラーシャツできたりするので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では初夏に活躍するこちらのオープンカラーシャツですね、着方、どのようにコーディネートすればいいのかについてですね、徹底的に解説をさせていただきました。アイテム自体はド定番でドシンプルなんですが、だからこそ着こなし方次第で見せ方は大きく変わるんですね。それが少しでも皆さんに伝わったとしたらすごく嬉しいなと思います。まだ今の段階だったら在庫もありますので、今時期に買って、もちろん初夏だけではなくて、真夏にでも着ることができるので、ぜひ皆さん、これは名作だと思うので、決して派手さはないですが、買い揃えていただければなというふうに思っています。こんな形でですね、これからもこちらのチャンネルではメンズファッションの業をですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っています。ただもう少しですね、初級者から中級者へとステップアップするための動画を見たいという方は、YouTube のメンバーシップチャンネルというものをやってますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思っています。そしてもう一つ最近始めたのがオンラインサロンというもので、こちらはですね、1日ですね、3回から5回ぐらいのペースで、ファッションの最新情報ですね、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説なんかをどんどん情報を出してるんですね。また、会員さん同士でですね、交流できるようなページも用意してまして、そちらがかなり盛り上がってるので、気になる方はですね、こちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、チェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。